昨日深夜に起きた福島県沖を震源とする地震で首都圏などでは13人が怪我をしました。茨城、千葉、埼玉、栃木、神奈川、山梨の6県では昨日の地震で6歳から80代の男女13人が怪我をしました。震度4を観測した宇都宮市では70代の女性が転んで左足を骨折しました。多くが自宅などから避難しようとした際に転んで怪我をしたということです。いずれの自治体も住宅など建物への被害はないということです。地震後には各地で停電が発生し、東京都内では最大でおよそ70万軒に上りました。午前2時半ごろまでに復旧しましたが、一時人がエレベーターに閉じ込められる事案が各地で起きました。